何言ってるの？自首なんかさせるわけないでしょ。誰？私はあなた。そしてあなたは私。久しぶりね、こうしてあなたと話すのは。どういうこと？まだ思い出せないわけ？仕方ない、教えてあげるわ。私たちは大臣の子飼いの者。大臣は親のいない子供たちを集め、自分のために働く暗殺者に育て上げた。私たちはその一つ。勘が戻ってきたみたいね。あの時あなたはあれほどの地獄を見たことがなかった。当初50人くらいいた子供はみなしに脱落してしまって、最後に残ったのは数人。思い出しなさいよ、最後に何があったのか。私たちはどうやって作られたのか。いや、仲間同士で殺し合うことになったわよね。いや、けどあなたはそれを嫌がった。やめて。だから私がいるのよ。やめて。今さら何を。あなたがしたことを教えましょうか。やめて。あなたは自分が生き残る気持ちだけは強いくせに、怯えてるばかりで願うだけ。お願い、お願い、死にたくない。心を閉ざして自分を押し込めて何もしなかった。誰も殺せなかった。仕方がないから私というもう一人の自分が出てきてあげたんじゃない。あの日からずっと私を。臆病者のあなたができないこと、代わりにやってきてあげたの。